毎度ご視聴ありがとうございます。今回ね、石化を求めて徘徊してみたというねタイトルにしようと思っていたのね。徘徊という言葉はね、そもそも目的もなしにうろうろするというような意味があるそうでございましてね、一人歩きしてみたというタイトルにしたんですがね、それだといつもと一緒だとというようなことになるんですがね。よっぽど期待したのと言いますのはね、私が石化に初めて出会ったのがね、今回歩いておりますこの場所でございます。そうですね、もう2年ほど前になるのかな、1年前だったのか、その辺はねちょっと定かではなくなってるんですがね、鳴き声にね注目して、よっぽど気をつけて聞け、ね、石化という鳥についてはね、いろいろ、あ、今もちょっと聞こえてるかな、このホジロの鳴き声の後ろでかすかにヒッ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 っていう鳴き声がね聞こえてると思うんですがね、石化については鳴き声とかね姿についてもいろいろとやらかしておりましてね、ご覧いただいた方からねいろいろとアドバイスをいただきながら、その石化という鳥のね認識を新たにしつつあるというところでございましてね、これスズメの鳴き声がね、よくあるこの電柱にねありますこういった構造物の中で、こちらも演奏しているようでございますけれどもね、以前ね10月頃でしたかね、のび太きっと石化をね見間違えておりまして、そういったやらかし動画をねそのままに公開しておりますけれどもね、そういったこととか最近ではね鳴き声の認識が全く違っていたようでございましてね、今日歩いております場所では石化の鳴き声が今よく聞こえておりましてね、そういったシーズンなんですかね、先ほどもちょっと聞こえておりましたヒッ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 というような鳴き声と、今回これもね私初めて知ったんですが、何ですかね、こうジッジッジッというようなちょっと濁り気味のリズムは同じような感じかな、そういった鳴き声、こちらですね、チッチンチッチッって言ってますかね、これも石化なんですか、それも私知らなかったですね。でこういったね今まあ両方聞こえてるか今ね、ということでね、常に今回歩いてる場所では石化の鳴き声が聞こえてくるような環境でございました。6月と言いますとね、大吉切りに大変よくお世話になっておりますのでね、カブトムシ列車こちらね、実は今回歩いておりますのはね、葛西市にありますうずらの飛行場跡からね北条鉄道のホッケ口駅まで歩きまして、そこからさらにね阿比木駅までの距離をね歩いてまいりました。こういった瀬黒石霊がおりますのはね河川敷になりますね。この場所でも石化の鳴き声が聞こえたのでね、ちょっと目を凝らしてみたというところでございます。ウグイスがね今映っておりますけれどもね、このように鳴き声を頼りにね見つけることができる野鳥結構いるんですけれどもね、石化もその手法で見つけることができるのかなと思いながらね出かけてみたんですが、なかなか手ごわいですね。と言いますのはね、鳴き声が移動していくのはねよくわかるんですよね。石化の鳴き声っていうのは認識できますと結構わかりやすいですし、移動してるなっていうのはねわかるんだけどね、
ステルス飛行してるのかなぐらいね、姿が見えないんですよね。こちらね、サギがこれ何か大きなものを加えてるなと思ってね、何だろうと思ってね、ちょっと拡大してみたらね、これザリガニかなと思ったらね、ネズミかモグラか。そのようなね、獲物というか生き物のようでしたけれどもね、まあ、6月といえば私はこの大ヨシキリのイメージが強かったのでね。さっきから聞こえてるやん。さっきからおるやん。あのね、この大ヨシキリが鳴いてて、このホオジロが鳴いててね、石化の鳴き声も聞こえたんですよね。今聞こえてると思いますがね、さすがにこのオオヨシキリの鳴き声にはね、音量では負けてるかもしれませんがね、そうしてね、そのあたりを注視してみますと、このように石化にまあね、この一瞬でしたけれどもね、なんとか出会えたというところでございました。また一つこの季節の楽しみが増えたような気がいたしましたね。まあオヨシキリ頼りではなくってね、石化というのは意外に私の感覚以上に身近にいる野鳥なんだなということをね、知ることができましたし、そういった鳴き声を知ることによって、なかなかね、正直今日だけの感想では手強そうに思ったんですけれどもね、要はその鳴き声とその姿とその生態といいますか、どのあたりどれぐらいの範囲をね、縄張りにしているかなどね、どのような環境にいるのかということをね、結びつけていけばね、なんとか今後ね、探すことができるかと思っております。このチャンネルは兵庫県の内陸部からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。